Yo! メンヘラが現れた。身構える前に絡まれた。戦闘モード戦わねば。モンスターたちをいざ成敗。もちろん戦う OK。ガンガンイケグロスの攻撃。脳天振りかざした剛剣。会心の一撃かなりの衝撃。次の攻撃メンヘラに。もうすでにかかってるメダパに。周り手当たり次第に狙ったり。自分で唱えた呪文にかかったり。なアホそうなやつに魔法と。まず呪文は封じとこう。次のターンで自分の手首にギラ。自らさらきってかなりヤバしい。ほんまに言うてんの。メンヘラは逃げ出した。待て待て。逃げ出した逃げ出した。どこ何が来た何か来た。どこどこ。ハングレが現れた。ヤバヤバ。様子を見てこっちを見て様子を見てこっちを見て。いきなり襲いかかってきた。俺も熱なってきた。ハリキンゾかけるバイキルト。片っ端から叩きんぞ。ハングレは仲間を呼んだ。まず3人現れた。またハングレは仲間を呼んだ。仲間を呼んだ仲間を呼んだ。さらに10人現れた。俺土地狂ってパルプンテ危ない。パリピ A が現れた。パリピ B も現れた。誘う踊りを踊っている。でもグロスは踊らなかった。パリピたちは逃げ出した。おいおい宝箱落としていった。何何条約を手に入れた。よしまたシャブチューが現れた。おおこちらを見て微笑んでいる。そんなお前には気あり。呪文も聞かずにガンギマリ。間髪入れずにさばきのしばき。何やらヘラヘラしてる。聞くか知らんがザメハ。一瞬正気目覚めた。でもまたおかしな薬を使われた。こうなったらもうラリホ。使い眠らせちまえば大丈夫。すぐ目を覚ましたマジっすか。どっかに飛んでけバシルーラー。バシバシやバシやで。しかし はいどうも。今日は久々のとわざわざ歌詞まで書いてもらってあのめちゃくちゃ俺的に手首にギラっていうあそこだもんたまらんなとかね、うん、まあまあなかなか面白い時になっちゃいますか、はい、であのもちろんこうドラクエの歌歌ってるだけあって、うん、ドラクエはもう1から11までやってるんで、もちろんもちろんもちろん。ちなみにどれが好きなの？俺はまあまあ5とか。あ5か、うん、6やな。天空の花嫁とか。あ、まあ、天空、まあ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 名作ですね、はい、まあでも今回はちなみにあのドラクエ3なんや。あの音はあの、うん、の、まあ、戦闘も、はいはいはい、ちょっとずつあの更新されるやん、ね、毎回、うんうん、だからもう次10に出れますやん、うん、もうすぐね。楽しみでしょ。めちゃくちゃ楽しみ。それもあのそういう思いも込めてこれ作ったからね俺、うん、だからもう新しい呪文だから増えるから、次これパート2やるとき新しい呪文がリリックに追加されてるってことそうやなまあまあまあ、 あの引き続きちょっとまだ今これシリーズ始まって、うん、あのサンプリングシリーズ、はいはい、いっぱいあるから、うん、あのなんかどんどんやってもらって。そうやな、はい、まだちょっとじゃあお願いしますわ。おしゃす。でなんかあの宣伝とかあれば、最近リリースしたあのあマスク美人。はい、マスク美人。マスク美人ね、マスク美人確かに多い、はい、もうあもう取らんでいいもん取らんほうがいいもう取らんといてほしい、はい、俺も取れじゃないし、うんうんうん、なんかこうさマスクこうしてたらさ、うん、ちょっとなんかエロくない？エロくない？わかる？わかるわかる。だからさ、ちょっと乳とかもさ、ちょっと出てる方がさ、エロいやん。下乳出てるだけとか、はいはいはい、乳全部出てるより、下の、なんちゅう、はいはい、下乳みたいな、はいはい、あれ出てる方が、うおーってなる感覚と一緒やねん、マスクと。多分俺の予想で。まあ世の中でマスク美人います。今もう PV 絶賛、はい、上がってると。上がってます。あとは、なんか、まあ、あとはもうアルバムもね。あ、そうそう、うん、まあカエルスタジオのアルバムがもうすぐ出ますから、はい、まあそちらもチェックしてもらいつつ、はい、この新企画も、どんどんあのあれサンプリングしてとかあればまた引き続きコメ欄に、書いておいてくださいということで、まあ今日はこんな感じで、はい、初めてのサンプリングからの、曲作り、はい、ありがとうございました。そう